ハーランドには注目が集まります。前の試合でハットトリックを決め絶好調です。この試合は EA スポーツが中継します。サッカーファンの皆さん、こんにちは。サッカー中継の時間がやってきました。今日はデーゲームをお楽しみください。実況は私、西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。お送りするのはプレミアリーグの一戦、ノッティンガム・フォレストがマンチェスター・シティと戦います。ピッチの選手たちもこの試合に向けて気合は十分のようですね。いい試合を期待できそうです。ホームチームのスターティングメンバーです。福西さん、 4-4-2 のフォーメーションでしょうか。はい、センターハーフを縦に並べ、サイドハーフは両脇に開いた、中盤がダイヤモンド型になるフォーメーションです。中央からもサイドからも相手に攻撃を仕掛けていけるのが魅力でしょうか。こちらがマンチェスターシティの先発メンバーです。ゴールキーパーはエデルソン・モライス、ルベン・ディアスとラポルテがセンターバックに、そしてトップはハーランドです。Thank you. Enjoy the game. マンチェスターシティのキックオフで試合が開始します。フィル・フォーデン、ここでうまく対処します。いい形でゴール前まで持ってきました。可能性もありましたが攻撃は実を結びません。相手ボールになっています。今日の試合に臨むマンチェスターシティはリーグ最多得点も誇ります。今日アウェー戦とはいえ、このチームの得点力が衰えることはないでしょう。目標は3点ぐらいでしょうか。打ってきた。あっと、これはナイスブロック。チームを救うプレーです。気は抜けない展開です。フォーデン、相手がいる位置にボールを出してしまいました。ハーランド、シュートだ。キーパーが難なくセーブしています。ジェシー・リンガード、ジェシー・リンガード、これは読んでいたか。インターセプトしました。さあ、このチャンスを生かせるか。ハーランドがボールをロスト。スムーズにボールを回します。深い位置でのチェック。相手に渡したかのようなパスでしたね。ハーランド、ハーランドに渡るシュート、ゴール。先制点を挙げました。ディフェンダーに囲まれていましたが、それでもゴールを奪いました。
それが逆にキーパーからボールを隠してしまったのかもしれませんね。オブライエン、オヌアチュ、ここで取り返す。ドリブルで進んでいます。決めれば同点。ブロックしたもののこれはまだありそうだ。ボレーシュートを狙いましたが枠を大きく外れました。いいタイミングに見えましたがゴールへ飛ばさないと意味がありません。ムシアラ、ハーランド、決まった。ゴール、ゴール。この選手は2点目。勢いが止まりません。リプレイが出ます。いいところにスルーパスを出してきました。そしてこのシュート、ディフェンダーのプレッシャーをものともしません。この選手は体幹が強いですね。勝利に大きく近づく1点が入りましたね。監督も安堵の表情を浮かべています。オーリエ、リンガードに渡った。このボールは通しません。リンガード、さあ打った。シュートを通さない。このコーナーをゴールに結びつければ1点差に詰め寄れます。久々のチャンスにサポーターも盛り上がっていますね。中に入れた。このボールはディフェンスがクリアします。さてここで情報が入ってきました。トッテナムの試合でスコアが動いたようです。はい、1点目のゴールがトッテナムに生まれています。現在スコアは1対0、時間は36分を過ぎたところです。わかりました、報告ありがとうございます。キーパーが飛びついて止めた。いいタイミングで飛び込みましたね。これはショートコーナー。ラポルテ止めた。しかしボールが手についていない。危ない場面でしたが危険を回避しました。これはナイスインターセプト。ここまでのパフォーマンスを見ればこのスコアも納得ですよね。まだまだ攻める意欲を見せているのでさらに追加点を積み上げてきそうです。サポーターもシュートを期待しています。いい攻めを見せていましたがここで断ち切られました。ジェシー・リンガード、キーパーがダイビングセーブを見せました。コーナーキックを蹴った。ここはエデルソンが見事に止めました。ムシアラ、激しいタックルです。これはキーパーのファインセーブ。前半が終了しました。マンチェスターシティがリードする形で折り返しです。
まあやっぱりこうなったかという前半でしたね。このチームのリーグトップの得点力を前にしたら、無失点のままゴールを守りきれるチームは存在しないと思います。試合が終わるまでに何点取る気なんでしょうね。残るは45分、後半戦キックオフです。ここでインターセプトしました。そう簡単にはやらせません。カウンターのチャンス、仕留められるか。相手のカウンターです。数的優位を作られてしまった。このピンチはクリアでしのぎます。ムシアラ、ここでなんとかボールに寄せてきました。ジェシー・リンガード、アーリン・ブラウト・ハーランド、素晴らしいパス、ゴール。チームの勢いが止まりません。これでスコアは3点差です。映像が来ました。このスルーパスは味方をよく見ていましたね。見事な得点です。守備の裏をつきました。一瞬の隙を見逃しませんでした。素晴らしいフィニッシュですね。さてキックオフからゲーム再開です。これでマンチェスターシティが3点リード。やや一方的な展開になってきました。サイドのスペースが広く空いています。入った、ゴールです。これだけ威力があるとキーパーは反応するだけでも精一杯でしょうか。蹴った方を褒めましょう。Substitution for Manchester City. Coming off the pitch.マンチェスターシティ、パスをつなげない。さてアンフィールドで行われている試合にボールをキープして自ら勝負します。鮮やかなタックル、ありがとうございます。スタジオからの経過報告でした。繰り返しますと、サウサンプトンにゴールが生まれました。これによりスコアは2対1となり、均衡を破ることに成功しています。これは読んでいたか。インターセプトしました。マンチェスターシティですが、あまりボールに触れていないようです。おっと、裏を取りに来ました。セーブ、素晴らしい反応速度でしたね。ボールをよく見ていましたよ。マンチェスターシティの選手交代です。ショートコーナーですね。ここで決められるか。来た、ゴールです。ディフェンダーはついていたものの、個人技で競り勝ちました。お見事です。さらに点差を広げられました。監督も心中穏やかではいられないでしょう。
フロイラー、ボールを持って上がります。フィニッシュまでは持ち込めず、ボールは相手チームへ渡りました。さあここで一気に仕掛けられるか。抜け出しました、決めた。これでついに4点差です。一体誰がこの状況を想像したでしょうか。リプレイが出ます。いいカウンターでしたね。ボールを奪って一気に攻めに転じました。素晴らしい抜け出しからしっかりと決めました。この選手は常にディフェンスの裏を狙っていますね。大量リードを許した状態で再びキックオフです。ベリンガム、ディフェンスが冷静に処理します。オブライエン、ボールをヌアチュ、おっとここでパスカット、パスをカットした。ジェシー・リンガード、ボールはラポルテ、タックルが決まってボールはラインの外へ。相手ボールのスローインです。ここで選手交代があります。ボールを前に運んでいます。試合終了まであと5分しかありません。マンチェスターシティサイドをつけそうです。ビニシウスジュニオール打てるか。キーパーの見事なセーブ、近距離からのシュートに見事に反応しましたね。ショートコーナーです。ファーポスト側へのクロス、中途半端なクリアです。攻撃を断ち切れていません。これで一旦落ち着けるんじゃないでしょうか。さてアディショナルタイムに突入です。時間は4分。リンガード、キーパーがうまく飛び出した。フィル・フォーデン、前でインターセプトした。ここで試合終了のホイッスル、マンチェスター・シティの勝利です。勝ち点3も獲得しました。抜群の攻撃力を生かした試合運びに期待していましたが、今日も爆発しましたね。一言で言うなら圧勝です。Just a moment of your time.
Thank you for your time.